2021年7月のラジオスタジオ75スモールサークルフレンズの東力とさつきです。スモールサークルフレンズ&スタジオ75でニコスイート、スモールサークルフレンズ&スタジオ75でニコスイート4ファーストパターン、はい、2022、はい、SS、はい、イタリアのクリスティアーノとシルビアの、まあ、2人がデザインプロデュースしている、はい、うん、ファッションブランドがあるんですけど、その2022のスプリング&サマーの、うん、まあ、ビデオ、うん、で、まあ世界に向けて、まあ、発信するってことで、うん、で今回スモールサークルとスタジオ75に音楽をつけてくれと、ミニサウンド、うん、ああもうクリス・シルビアとは、うん、
5年以上でしょ、もっとか。いやいや、もっとだね。だからまあ、その今回の、ファストパターン の、うん、そのファッションビデオ、ミュージックビデオに、うん、音楽をつけるにあたり、いろんな人にもね、うん、なんていうの、メッセージが来たりとか、それ何だ、うん、何なのっていう質問来たりとかして、うんうん、まあイタリアで育って、うん、あの時期の、うん、まあいわゆるアシッドジャズと言われているムーブメントを聞いてて、うんうんうんまあ、UFO とかも、うんうん、ユナイテッドフュージョンバリエーションとかも聞いてて、その流れでスモールサークルフレンズ知ってて、うんうん、でご兄弟いるじゃないですか。そうそうそう。そうなんですよ。クリスの弟も、うん、ちょっとあれだよね。だから日本のアニメを見てとか、うん、特撮ものを見て育ったぐらいの世代で、だからそういったことも含めて日本に興味はちっちゃい頃からあって、うんうん、で、まあ、ファーストパターン始めて、うん、で日本に毎年展示会来てたんですね。だから今が無理なだけで、そうなん、うん、来れないって。そうそう、そうなんです。だから東京に来るときは必ずバーミュージックに、うん、去年の7月にですね、はい、東力の日記とハッシュタグをつけて、はい、日記を始めたんですけど、うん、この間、うん、1年経ったのが分かったんです。すごいですよね。毎日書いたんだなと。素晴らしいですね。まあ、でもね、それもこれもずっと家にいるからできるんだよね。そうなんだよね。もうこもって1年半ですが、うん、まあもう本当ね、毎日こうやっているからできるっていうのもあるけど、うん、まあそれにしてもね、だってスマホがあるからさ、あげようっていう気持ちがあれば、うん、まあそうね、もうできるんだけど、例えばツアーライブで疲れたやったら、うんうんうん、でなんかもう疲れて片付けした後にお酒とか飲んじゃったらもうあげないでしょきっと。まあでもまあよく続いたなと思ってて、それは素晴らしいですね、うん、家にずっといるからね、できることって、まあ、これはこれでいいなと思う。で日記つけてると、はい、1年前どうだったかっていうのがなんとなくわかるんですよ。うんうん、まあ僕の書いてる日記って、うん、1日にあった出来事を書いてるわけではないから、うんうん、でも書いてる時もあるから、うん、まあちょっとニュアンスで分かったりとか、うんうんうん、生活の、うんうん、ですごい暑いじゃないここ 2,3 日、うんうん、これはたまらんってなってるわけじゃない、うん、面白い。で1年前の今同じ日付どうしてるんだろうと思ったら、うん、昨夜はちょっと涼しくて寝ていると風邪ひくかなと思いました。怖い怖いって書いてあったから、うん、あ去年は、まあ、そんなでもなかったんだなと思って、うん、でそのまま読み進めると、うん、8月の頭ぐらいに、うん、やっと夏の感じって書いてある。いやもうね、そうなんだよ。私もね最近それを思い出してたんだけど、うん、7月中じゃなくて8月に急に暑くなったっていう思い出があったよね、うん、で思うのはだから、うん、そのもう毎年毎年想定できないんじゃないかなと思って、うん、そうだよね、その今気候変動でどん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 変わっていって、うん、その昔だと前だと、うん、今までその経験で、うん、この時期はこのくらいの感じ、うん、こんな感じの天気、うん、気温、うん、みたいなのをある程度予想してたんだけど、うん、もう今この台風の来方とか、うん、そう通用しなくなってんじゃないかなと思って、だから毎年毎年どうなるかこれから分かんないっていう、うん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 、分からないっていうか、もっとね気象予報士
とかあのそういう中のそういうものを研究している人たちはもう結構前から、うん、いわゆるその気候変動とか、うん、そういうことはもうずっと言ってでさ、うん、海外の、 あの、うん、そういう気候のサイトとか、うん、まあそのグレタさんとかも含めてなんだけど、うん、もうグレタさんとか最近じゃないじゃん、うん、もう結構前からだからさ、うん、それをこうなんていうのかな結構もうあ雨ひどくてもう、まあ、冠水したりとかっていうさそういう、うんまあ、被害がもうすごく増え始めても、うん、それをなんか、まあ、どれだけ、うん、あれなんていうかなみんなに伝えようっていうさ、うん、っていうことを、うんまあ、こっちが受け取ってなかったって言われりゃもうなんとも理由もないんだけど、うんまあ、そうね、我々のバーミュージックがいつからいつから我々な宇宙人みたい、我々にとって大事なバーミュージックがおかしい11周年迎えまして、はい、イエイおめでとうございます。おめでとうございます。いや、いやあったんですよね、うん、この間毎年ね、はい、その周年パーティーというね、周年イベントはやってたんですが、うんうんうん、去年の10周年はできず、うんうんうん、でまあ今年も無理だろうなと中村くんは思ってたけど、まあ何か、うん、何かできないかということで、うん、分散させて1月の毎週日曜日に1人ずつ、うん、要はあれだよね、うん、あの1日で普通ね、うんまあ、前夜祭とかもあってたんだけど、うん、昔はね、5、6人とか、うん、なんかこう何人とか DJ をして、うんうん、でも周年の時はさつきだったろうと思ったけど、あそうだね、うん、まあねちょっと今回はあの、ね、行かなかったんでできなかったんですけれど、1日1週間おきにそうですね、日曜日するっていうことだったんだけど、ねうん、でまあどう状況がどうなるか、緊急事態宣言がね、どういうふうになるのかが分からず、ねうんうんお酒も出していいのか良くないのかとかも含めて、直前じゃないと決められないということで、うん、僕らにも1週間にも満たないくらいの何日か前に連絡が来て、うん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 、こうこうこうでこうしたいんですけど、うん、最初の日7月4日の日曜日に DJ できませんかと言われて、中村君からメッセージ来たのね、うん、行きますってで、まあ、日曜日7月4日に90分間しかお店に滞在できないっていうのもあって、うんうんうん、予約を入れてね、前半後半で分けてやったわけですけど、うんうんうん、みんなあの顔なじみも来たけれども、うん、あのちゃんと席で動き回ることなく、うん、なんかあでもてるこさんもいたんだもんね、うん、あのそうまあなんかこえんちゃんに久しぶりに会って、てる子、うん、とひょんきちにも会って、ひょんきじゃないって道つけだって、で娘さんと息子さんね、うんうん、ワーミュージックもう、まあ、触れ合いもそこそこでできないもんね、さつきさん宛てのお手紙もらうぐらいで、はい、いただきました、うんはい、で、まあ、ケーキとシャンパン、うん、はい、いただいたんだけど、うん、それも乾杯とかすることなく、うんうんうん、なんかいいなって思ったんだよね、よかったですよ、うん、だってさ、うん、一番なんかこうバーミュージックの本質的なところっていうのも変な話なんだけど、うんうんうん、音楽にとても特化したっていうところで、うん、本当の、うん、本当にこじんまりと、うん、みんな静かにした集まりで、うんうん、それはそれでいいなと思いました、ね、よかったですね、うん、バーミュージックが今夜の営業をちょっとお休みしてて、はい、お昼に、11時から3時までかな、うん、カフェ営業、うん、ランチランチうん、営業ね、そうだから行きたいんだよね、うん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 、で、まあ、なかなかこう昼間、まあ、夜もそうだけど出てないじゃない、うん、こう
どっか行ってさ、うん、食べたり飲んだりとかってしてないわけだけど、うん、この間レイジローさんっていう人に会うために、うん、まあ近所まで来てもらってたんで、うん、近所のモスバーガーの、うん、ほぼこもってから初じゃない、うん、初人と待ち合わせして、あ、まあ中村くんが走って物を届けて、うん、そのまま走り去るってことはあったけど、だから久々そのなんとかお店に行って、うんうんうん、まあ、モスバーガーのオープンテラスがあるから、うんうんうん、そこに行ったんだけど、うんうん、まあ外で2人並んで話してたんだけど、うん、なんかああ楽しいかもってちょっと思って、え、そうなの、楽しいっていうのも変か、気持ちいいかも、まあ、その、あのシチュエーションがまた、うん、あの外だから、うんうんうん、外っていうのはいいよね、外で、あの、まあ、ちょっと離れて間隔空けて座って、うんうんうん、その横並びで座ってるわけよ、やっぱり気をつけて、うんうんうん、あ、久々だなこの感じと思って、うんうん、ちょっと良かったな、外で人に会ったりとか、うん、あの対面で、うん、こう机を、うん、あの真ん中に、まあ、うん、お茶するじゃないけどさ、うん、昔からどっちかっていうと横並びが好きなのね、うんうんうん、どうし、なんかこう顔を見て話せないっていうか、わかるわかる、まあ、それはわかる、いや僕もそうだし、あ、そうだ、ね、うん、そうだ、まあ、さつきさんは、うん、もうそうだし、うん、なのでそれはまあ自分 の、まあ、あの好き勝手だしわがままだなとは思うんだけど、うん、でまあ、そんなになんかこうね、あのなんかこう密接しなくてもいいのにと思うんだけど、うん、だからね、すごいいいなと思うんだよね、うん、外っていうのもいいし、うんうん、そうだね、だ理想はあれで、あの映画とかでさ、うん、スパイもさ、うん、このカフェでこう外のオープンテラスであのお茶してるところにもう一人が来てちょっと離れたところに来て、こうなんていうの、お互い顔見ることなくこう情報を話して指令を出すみたいな、うん、いいね、でまたこうそれ楽しいよ、去っていくってそれはむちゃくちゃ楽しいね、なんていうの、相手が、読んでた新聞をこうさりげなく持って行くって、行くっていうね、うんうん、なんかこう考えながら思考しながら喋るのって、うんうん、ちょっと目線外さないとできない時ってあるじゃない、そうなんだよ、同じですね、だからより充実した、うんうんうん、そのミーティングをするためには、うんうんうん、横並びの方がいいかも、いや私もそう、うん、私もそれ派、はあ、暑い、今年は去年よりさらに暑い気がする、いや僕もですよ、地球に来てから結構経つんでだいぶ順応してきたと思うんですよ、体温調整でもね、毎年なんだろう、どんどん気温上がってない、大丈夫、地球大丈夫ねえ、って探偵さんに言ってもしょうがないか、あ、あれ探偵さん、何その涼しげな表情、暑くないの、え、保冷剤作戦、何それ、何何、うん、保冷剤を冷蔵庫からいくつか持ってきて服の内側の隠しポケットに入れたら涼しいって笑顔で決める探偵さん、ナイスアイデア、僕も真似しよーっと、僕はタオルに保冷剤くるんでそれを腰に巻くと、あ、いいねこれ、涼しい、涼しいよ探偵さん、で定期的に保冷剤を変えればいいんだね探偵さん、やるじゃん。何よりびっくりしたのは探偵さんの着てる服に隠しポケットがあったことだよ、変なので暑さが続いてるから、うん、まあ熱中症
心配で、部屋の中にいたとしても熱中症になる可能性はあるから、ちょっと熱中症を改めてこう調べたわけですよ。はいはい、症状とかさ、うんうんうん、そしたらこう足がつるとか、ね、東さん一日足つってらっしゃいますもんね。年がら年中つってるけどな、うんうん、で足がつった時の対処法、うん、まあまあ熱中症にならないためにはっていうのも含まれるんだけど、うんうん、水を飲む、水分を取るって。いやもう水分ですよ。水分も取ってるんだけどな、うんうん、水分も取ってるけど年がら年中足つってるしな、うんうん、なんでかなと思って、うん、でもまあ気をつけようと思って。あ、なんでかなの解決まで至らなかったんだね。至らない。もう足つるのは解明されてないない部分大きいんだよね。大概が何か飲む、うん、なんかこうなんかくしゃみ止まんないじゃないけどさ、うん、何でもいいけど、うん、水を飲むと、うん、大体大方解決する。そうね、大体水を飲むは書いてあるよね。書いてあるかどうかは知らない。そろそろおしまいの時間です。はい、あ、今日も何も運動しなかった、もうお酒飲んじゃったから無理ですみたいなのが1週間ぐらい今続いてて、うん、気を毎日東さんが上げてるっていう、うん、その毎日上げるっていうのがある日切れたら、うん、もう上げなくなっちゃうのかなと思うんだけど、うん、まあ話は、うん、ストレッチポールはただ寝るだけなんだけど、うん、しかも5分ぐらいだからね、うんうんうん、まあ、あと、まあ、例えばゴリゴリとかしたりとかっていうのもあるんだけどさ、うん、その5分がさ、うん、案外作れなかったりとかして。そうね、うんうん、忘れるよね。そうね、うん、多分忘れること自体がもう自分のそのなんていうのかな、スケジュールに入ってないわけだからさ、うん、だってご飯食べる、お酒飲む、そうね、まあ例えば作業する、何かを更新するっていうのはもう一日のうちの、まあ、歯を磨くじゃないけどさ、うん、スケジュールに入ってるわけじゃない、うん、そうだ。おかしい。どうすればいいんだ。そうだ。そうだ。今更だけど。やっぱりあれなかな。面白いよね、そういう人間のそういうのってさ。うん、でも東さん面白いのはよく頭を打たれるんですよ。いろんなところに。頭だけじゃないけど、まあ、まあまあ。そうね。え、ここにここ、うん、ほら目の前 柱とかにね、目の前にあるじゃんっていうようなのにも。うんうん、頭を打ったりぶつけたりとかされるんですけど、うん、やっぱなんかこうないんだね、自分の中でそれがさ。そうね、うん、あと一個あるのは、うん、今だと ずっとさつきさんを見てるわけじゃないですか、うん、自分は見ないわけじゃない、うん、だから、うん、多分僕さつきさんだと思ってんだよ。意味がわかんない。だからさつきさんがこう通れるから自分もそのまま通れる。確かにね、さつきさん、僕はさつきさんだから。確かにね、じゃないって。という感じで1時間お送りしました。ラジオスタジオ75、スモールサークルフレンズの東力と、今年中になんか大きな選挙あるよ、投票行こうねのさつきでした。また来月。